ワイルド・ワディ・ウォーター・パークは、アラブ首長国連邦、ドバイにある屋外ウォーター・パーク。ブルジュ、アル・アラブやジュメーラ・ビーチホテルの隣にある、ジュメーラ地区に位置し、ドバイを拠点とする、ホテル経営者、ジュメーラ・インターナショナルによって運営される。ワイルド・ワディには、温水と冷水の増波プール、多数のウォータースライダー、2つの人工サーフィンがある。さらに、公園には、 北アメリカ以外で最大のウォータースライダーがあったが、近年、二つの他の乗り物を作るためのスペースとして使われ、撤去された。また、10分ごとに流れる18メートルの滝も特徴的である。ウォーターパークには、二つのギフトショップや三つのレストラン、二つの軽食スタンドがある。パークは、アメージングレース5やアメージングレースアジア1にも使用され、 チームは21メートルを滑り降りなければならなかった。また、アメージングレースオーストラリアにでも使用されたが、チームは人工サーフィンを行い、サーフボードで次の手がかりを得ていた。マスターブラスターズライダーは、アップヒルウォータージェットコースターとして、最も評されている。ライダーは一人用か二人用のリングに座ることができ、高性能のウォータージェットで上りを推進する。マスターブラスターライド。 リングライダーは一般的な下りのスライダーである。ライダーは一人用か二人用のリングのどちらに座るかが選択できる。リングライダー、タントラムアレイブルジュスルジはファミリーライドと交換した二つの新しいスライダーで、この地域では最初の種類である。タントラムアレイは二つのボールのある三つのトルネードブルジュスルジを組み合わせたスライダーである。 ジュメーラ、シーラ、ジュメーラ、シーラは北アメリカ以外で最も高く最初のフリーフォールウォータースライダーである。高さは33メートルで、ライダーは時速80キロメートルまでスピードアップする。フローライダーは造成されたプールの中を毎秒7トン以上の水が横切るサーフィンのシミュレーター。これらのライドは板の位置を越し、膝などに対応している。 ブレイカーズベイは中東で最大の増波プール。プールでは5つの異なった場所へ1.5メートルの波が横切る。ユハスジャーニーは長さ360メートルの川でゲストがパーク内でリラックスしながら浮遊することを可能にしている。ユハスダウンラグーンはワイルドアディの子供用プレイエリアで100以上のウォーターゲームやライドがある。ありがとうございます。